はい、1個集中講座、柔らかいウェーブのアウトですねの、2回目になります。前回ですね、輪っかを作る練習したと思います。はい、でここからですね、今日は何をするかというと入れ替え方ね、これで形を覚えたら今度入れ替えます。どうするかというと、いいですか、くっついてる0、くっついてる0を離します。いいですか、離す。そしたら、いい？手を、いい？手首を交換します。で、ゼロ。いいですか？離して、手首を返して、ゼロ。ゼロ。ゼロ。はい、今日は、この、離して輪っかを作り替える。離して輪っかを作り替える。この離す作業とくっつける作業になれますね。で、これのポイントは、まあね、こう横をしっかり向くっていうのもそうなんですけど、このね、肘を上げるためには、まあアイソレーションとかができる人からするとね、肩甲骨使えばいいんだけど、ちょっと最初できない人からすると、まあ難しいと思うんだよね、こういうふうに肩上げたりとか。なので、こういうふうになっていいです。真正面から見ると、どうなってるかというと、最初のうちはこんな、わかる、体、ここを上げるために、これを上げるために体がこんなになってます。それでもいいです。そうなってでもしっかり輪っかを作る方を優先して、まずは離してゼロ、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 これを練習してください。で、注意点はあのね、これね、結構みんなやるんですけど、こうやる人がすごい多いです。これ何かっていうと、こう太鼓叩いてるみたいな、こうね、後ろに引いて前に出す、後ろに引いて前に出すってことを結構知らない間にこういう風にやってる人が多いです。じゃなくて、真上と真下に離して、ここで入れ替えて真上と真下でね、こうしてください。こうこうじゃなくて、上下でしっかり入れ替えるように心がけて、ね、で、ゼロ、輪っかきれいに上のアーチと下のアーチしっかり鏡で確認しながらね、やってください。このね、離すの方法で輪っかを入れ替えていくよ。はい、今日はこれを、1日頑張ってみてください。はい、以上です。